皆さんこんにちは。本日はタディコーヒーメーカー業務用を使って美味しいコールドブリューを作ってみます。まずは同梱物の紹介です。こちらがタディ本体、こちらが蓋、こちらが蛇口、こちらがリフト。スターターキットとしてこちらのスタンダードペーパーとこちらのツリーフリーペーパーが2枚ずつ入っています。あとこちらの紐が4本入っております。同梱物のペーパーの紹介です。こちらのスタンダードペーパーはタディの初期の頃から使っている定番のペーパーです。こちらのツリーフリーペーパーは木から作られてはいなくて PLA 樹脂で作られた地球に優しいペーパーとなっております。続いてレシピの紹介です。コーヒー豆は 1kg、 投入する水は9リッターで本日は作成していきます。コーヒーの引き目は中粗挽きで、レシピはご使用するコーヒーやお好みのペーストに合わせて変えていただくことをお勧めいたします。まず蛇口を本体につけていきます。こちら蛇口本体とガスケットが2つとナットがセットになっております。こちら本体の穴にガスケットをつけた状態で挿していただいて、ガスケットで挟むような形でこちらナットで締めていきます。次にリフトをそこに置きます。この時に排出口にこちらが塞がらないように置いてください。そしてフィルターを取り付けます。本日はこちらのツリーフリーペーパーを使用して作成したいと思います。続いてコーヒーの粉を入れていきます。こちらがコーヒーの粉を 1kg 入れたいと思います。そしてお水を9リットル入れていきます。この時に優しく丁寧にゆっくり入れていただけるようにお願いいたします。こちらで9リッターが入れ終わりました。この時に全体が浸かるように軽く混ぜてください。そして上から約8センチを軽く縛っていきます。この時に口を優しく締めるようにしてください。で、こちらの蓋をしていただいて12時間から24時間つけていきます。今回は17時間寝かしていきます。17時間が経ちました。こちらの出来上がったコーヒーは下側に濃いコーヒーが沈殿しているために一気に容器に移すのではなく少しずつ分けて移していってください。はい、それでは容器に移していきます。こちらで約8リットルのコールドブリューが一気にできました。今回のレシピは希釈をせずにそのままでいただきます。最後に製造方法についてです。抽出が終わったらこちらはフィルターのままゴミ箱へ捨ててください。この時に液体が入ったまま抜いてしまうとフィルターが破けてしまう恐れがありますので必ず抜き切ってからフィルターを捨てるようにしてください。最後に本体は水洗いで洗っていただいて自然乾燥で大丈夫です。タディはその他にもこちらの約1リットルが抽出ができる家庭用モデル、あとこちらの約20リッターが一気に作れるプロシリーズのご用意もございます。作り方などご不明な点があればぜひお気軽に FBC までお問い合わせください。動画をご覧いただきありがとうございました。